コロナの後の世界みたいになってたんで、ああこれがサッカーやな、日本代表になりたいっていう思いで始めたんですけど、日本人になれないっていうことを知って、フィリピン人全然いないじゃん、なんかなんで日本のパスポート持ってないのみたいな、J リーグは J リーグの良さがある、後ろに目ついてるんじゃないかぐらい、うん、ニオスポージ、ダクラコ、田中を先輩とはみたいなの、はいとか言って、師匠いつでもついていきますとか言って、お前らいんの知ってんだぞつって、楽しかったっすね、あの日々は。この1年は、まあ僕にとってはこう初めての監督会議みたいな、うん、席だったり、なんかいろんなのが重なって、まあ、オークションには本当に怒られたばっかりでしたし、あ北野さんにはもう一回見ててくれってこうお願いされたり、やっぱ降格させてしまったっていう責任もありますし、まあ、自分としてはうまくいかない1年だったなっていうふうに思いました。でもやっぱりなり続けることだったり、自分の自信を、自分の自信がなくなった時にこうどう自分で立て直すか。でも本当に2人の監督はすごい僕を良くしよう、良くしようっていうふうに考えてくれてて、だからこそのこう練習だったり試合ですごい怒られたんですけど、うん、まあ、それをなんか素直にこう受け止められない自分がその時にいて、それになんか今になって気づかされるようになりました。いや、なんかシンプルにこう、まあ、U23 とは言われてなかったですけど、全然チャンスがあればトップでも出るし、うん、みたいな感じで言ってもらって、まあ、良ければ出るしっていうふうに言われてたんで即決しました。まず、ガンバ行った時に、まあ、ひとしさんに、こう、大丈夫、お前絶対良くなるから、っていうふうに話してもらって、何度も何度も絶対に話しましたし、まあ、ひとしさん、こう、選手に対して、こう、愛を持って接する方なんで、こう、なんか言ってる言葉一つ一つに、すごい言葉の意味を感じますし、それがなんか自分のためになるって信じて取り組めたんで、コロナ禍1年目ということで、すごい試合も神経になって、U23 で、びっくりしたのが、あの新横浜駅に泊まるのに、大阪から7時間ぐらいかけてバスに行ってほしい。では多分これも人志さんの提案っていうか、タフで入れるように選手も、実際のところ分かんないですけど、僕らからこう選手がタフで座るようにっていう育成も兼ねて、多分そうだと思うんですけど、でも、まあ、それが本当に今の時点に生きてるっていうか、まあ、水戸も結構移動は大変な方ですけど、まあ、全然それも苦じゃないですし、なんつってもこう、試合、コンサートの試合をやることによって、選手としてのやっぱ成長率っていうのは全然違うなっていうふうには感じます。いや、もうどこ切り取っても、ね、まあ、すごい自分の印象的なシーンになるんですけど、やっぱり、もう俺が一番今でも心にずっと留めてるのは、一つ言われたら、もう大丈夫、お前なら絶対できるってことが、お前なら絶対夢叶うし。まだもっともっと言ってるっていう風に信じてくれてる、その一つの言葉ですね。まあ、解散するっていうのは珍しい経験ですけど、なんかあんまり実感ないっていうか、やっぱりこの職業やってたら毎年絶対は別れはあるんで、なんかその一つですね。ガンバがなくなったわけじゃないんで、あんまりそんなあの思いはないですけど、でもガンバ U23 ってそこでプレーした選手にとってはなんかその特別な23を応援しに来てくれる方々もいましたし、なんかそういう人たちとの思い出っていうのはなんかいつまでもこう僕たちの心の中に残り続けたらいいなっていうふうに思います。いや、僕たちもこう23同士は例えば今でも本部とか、ユキとかレンとか公平とか何してんのかなって試合やっぱ 見ちゃいますね。まあそれこそやってるサッカーがすごいアグレッシブでしたし、 U23 のやっぱセンターバックが個で守ったりっていうのがそうの決め手でしたね。選手が育つ環境があると思ったり、まあ、やっぱりこうチームとして、まあ、その個の能力とかも多少違うんだろうけど、あのチームとしてのこう戦術の浸透だったりっていうのは J3 と J2 では違うなっていうふうに感じましたね。個人的にはそんなにもっともっとこう J1 とか海外にプレーしたいんで、こんなレベルでもどうも似てしまわないなっていうふうには感じました。まあ、去年と14人ほど変わって、最初、ちょっと出遅れちゃったんですけど、
徐々にこうみんなフィットしてきて、たくましいチームになってきたし、去年と違うところですから、やっぱり硬いゲームができるようになったっていうのが、まあ、一つの成長かなっていうふうに思います。インタビューの通りですよ。明るく元気でポジティブで、サッカーも性格どおりで、やっぱアグレッシブじゃないかな。プレッシングに行くサッカーですし、じゃあ多分見てる人も面白いんだろうなっていうふうに思います。ああ、でも少女じゃ面白いキャラじゃなくて、もうあれはもう天性のものなんじゃないかな。あいつ、面白い話するときに、おもろい話があるんすよ絶対言うんすよ。でもこれって話す側からしたら自分でハードル上げてるから、もう高い位置に設定するじゃないですか。それの上を絶対上回ってくるんですよ、そのおもろい話って。大体自分の自虐なんですけど、これはもう常人に真似できないんじゃないかなって思ってます。いや、ニューボースで、でもあいつもこうアイコニックな髪型と立ち姿と、まあ、プレースタイルも本当にザ・ストライカーですね。点取れば生きてるし、点取らんかったら死んでるようなプレースタイルなんで、それもなんか個性だなって思います。もともとその前の年にもアダストリアさんのスポンサーのアダストリアさんに協力してもらって、アダストリアで出たアパレルの廃棄を、廃棄とかサンプル品を使ってフィリピンにいる子供たちに T シャツを送ったんですけど、僕がリメイクして、その延長線で、こう、僕、ノート書いて、ノートっていう、はい。わかりますか？はい、拝見してます。やってるんですけど、そこでたまに投げ銭してもらったり、してもらったのを、なんかこう、なんか自分のためだけに使うのもったいないな。で、将来も、僕の夢でもあると、フィリピンの子供たちさんにサッカーをできる環境だったり、少しでもこう、豊かに暮らしてほしいなっていう、まあ、ほんのちょっとで自分の行動に何が変わるかわかんないですけど、そういうのに使いたいなと思って、でもやっぱりまずはこう身近に自分のスタジアムに来てくれる子たちを増やそうとか、またスタジアムに行きたいなとか、スタジアムっていいとこだなって思ってくれるような子を増やそうって思いで、茨城に来る、来てくれるあのアーフとかミックスの子を招待しようって思います。各地でこう声出し応援できるようになってきて、まあ、皆さんの声援っていうのがどん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 こうスタジアムに溢れて、みんなのあ、すみません、後ろで感じる、だから声出し応援とかスタジアムにこうポジティブなエネルギーがどん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 増えて、こう慕われてたこの人間関係っていうのをみんなに取り戻すチャンスだと思いますし、もっともっとそれが良くなるように、まあ、自分たちもプレーしたいと思ってますし、皆さんと一体になってスタジアムの雰囲気を作り上げていきたいなというふうに感じます。だからぜひスタジアム一緒に戦えたらなというふうに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。